ない時ならまだしめっちゃ止まってるのにこれは全然余裕だ、どうぞあ、そろそろ来ます、大丈夫普通に取れるどうぞ大丈夫、来ます次のマジだよ次ですよ、次次なんすか次、次また来る時に帽子取れるあと4回ぐらいあるから3人でジャケット話し合ってよろしくはいあいつに当ててもいいからねいやいやいや、いいですねえ、カイト君カイト君当てると大変だ本当にこうすぐ売れない次っす本当っす立て稼げました今日はありがとうございますまた帽子貸してこう投げるカイト持ってんのあのさ結構古いけど真面目な話なんだけどさ出てきたらさ自己刑事じゃない万が一が嫌じゃん手元滑ったりとかして、まあ、君たちだったら強いからさボコボコにしちゃうだろうけどしたらザバスでもさ気が長気づくからいやで要するに出てきたらもうさ野球に入れてやるなっていうのさでいいんじゃないの考えてね、まあ考えておいて、はいうん、その時の場面場面があるからね、はい、ごめんなさい、名前だけ今井と言います今井さんはい今井さん、次は次ですねごめんね絶対取れると思って投げるって言わなきゃよかったいいんだよ、言ってくれてずっとドキドキしてますあまあまあスライダー4スラブやつなんでえ、仕事でどうでしょうめっちゃスラブ良かったああいいナイスイングスライダーやばいやなやばい、マジで打てない、俺落ちた俺今日投げないと思う、やばいな取り返さない取り返さない入ったほら投げて取り返さないとやばいわ見逃しの楽しみやな入ってきて入ってきて見学だってしてる帰ってきて出ねえんだよ帰っていいいやダメじゃない帰れって感じで反省しねえかなえ反省しねえかな頼むよ、ね、帰っちゃダメだよ帰っちゃダメ違う違う帰っちゃダメ帰っちゃダメだから一応やってそれで説教したらその時に説教してるんじゃんって言ってあったよかったですあれは性格だと鈴木さんも大人だからこのロードがその時言わないから